おはようございます。ちげです。はい、ということで、本日は9月28日なんですが、顔がむくみまくりでございます。というのもですね、昨日か、金曜日にイベントが2つお誘いいただいてたんですけど、1件目はですね、バルの、それこそそのバンズのコラボのイベントですね。結局ね、買えなかったんですよ、そこでは。開発じまいだったんですが、空間的にもですね、今回のそのモデルにマッチしたような空間をお届けするということで、僕も知っているアーティストだったりとか来られていましたし、はい、実物もね、初めて見たんですけど、だいぶかっこよかったんですよ。で、まあ2件目に関してはですね、まあ写真も上がってると思うんですけどね、原宿のキネティクスの方でですね、井上さんの漫画、東京ドライブとキネティクスさんの、なんていうかコラボアイテムのポップアップって言えばいいのかな、もうやっているという感じでございます。それの、まあ、レセプション的なノリで昨日やられてまして、サンドさんともがっつりお話し久々にできまして、まあ、2件目はですね、宮本さんと一緒に行ったんですが、後半佐藤ともですね、合流して、でその帰りに3人でラーメン食ったんですけど、そのラーメンのせいでもう顔パンパンです。むくみまくりでやばいんですけど。ということで本日はその翌日ですね、これから私原宿行ってアルクスをゲットしたいと思います。はい、ということでここからすいません、ちょっとアフレコに移らせてもらうんですけれども、というのも今回ね、これすごく、原宿人多くて、人のね顔が映っちゃう可能性があるっていうことだと、あとこちら今並びが見えてると思うんですけども、こちらゴローズさんの多分並びですね。でそれをスルーするとですね、また左手の方にまた並びが出てくると思うんですけども、こちらが多分ですけどシュプリームだったのかなと、勝手に思ってます。間違ってたらごめんなさいって感じですね。で、まあその並びがね多分重なってるってこともあって、とてもね、人が多かった印象でした。原宿自体はもともとね人が多いんですが、まあ今回は特にって感じですね。なのでちょっとアスファルトグレー多めでやらせてもらってます。でこちら、はい、トラビスのジョーダン1の並びですかね、東京23の並びだったと思われます。で右曲がって路地入ってですね、まあ言ったら東京23の方に行くんですが、まあこちらにもね、たくさんの並びが見られました。はい、でここら辺からだいぶモザイクかかってると思うんですけど、すいません。はい、東京23もう案の定めちゃくちゃにぎわってたんですけど、今回僕はこちらの方にですね、オープン前に並ぶということで並んでます。で早速ね、ちょっと店の方に並ばせてもらってます。でなんと僕が今回狙ってるのは、まあ、先着ということでしたね。はい、で暇だったんでねで並びもなかったんで、ちょっと店内じゃないや、東京23の方の店前も少しだけ撮影しました。でビリーズの前にもねたくさんこうやって並びがあったので、ワンチャンこれ僕が狙ってる靴なのかなと思ったんですけど、まあ皆さん見て分かる通り、ジョーダンの、多分ドレスコードですかね、もう一目瞭然ですよね、靴で分かるという。はい、そしたらもうビリーズの方は来ましたので、僕の方もお買い物を済ませていきたいと思います。バンズの、はい、両方欲しくて、はい、25cm、 25でお持ちします。一旦試着してもいいですか？確かに。はい、ということでですね、画角が変わりまして、私の事務所に戻ってまいりました。はい、買ってきましたよ。まあ出しましょう、こちら。はい、ということで今回私が買ってきたのは、なんと約10年ぶりですかね、私事件バンズをゲットしました。前半でもね出てると思うんですけれども、まあ、バルとバンズのものになります。前回のね動画、僕ちょっとこれは絶対欲しいみたいな感じのね、今サムネ上がってると思うんですけども、その動画でも少し話はしているんですが、やっぱバルっていうブランドがもちろんね好きなんですけど、やっぱりこうお世話になってる人たちがやられてるブランドとかっていうところに、やっぱりちょっと欲しいっていう欲がねさらにこう加速させてくれるような感じだったりするんですよ。バンズ自体はまあ何回も言いますけど、10年前ぐらいに、それこそサンタスティック時代に僕がその時買ってるんですけれども、まあめちゃくちゃ懐かしい話でいくと、当時ねキャットストリート
あたりのところでギャロップっていうお店がありまして、ギャロップのお店で買ったっていうね思い出があって、まあもちろん今そこのお店がなくて、今はねすごく大きいこう商業施設みたいなところになってるんですけど、そこで買った思い出があって、でその買った動機もね正直特になかったっていうか、安くて靴のバリエーションを増やしたいなっていう感じでしたね。もちろんその時はエアマックスっていう靴もどっぷりハマってる時期ではなく、まあいろいろな靴をこう、まあ、模索しながらって言っときながら、自分自身はもう何もこの何て言うんですか、その軸が何もない、ファッションとかスタイリングに対して何のこだわりを持ってない中で、まあ、先輩が履いてたからかっこいいから真似しようぐらいのレベルの時でしたね。その時にオーセンとかエラも買ったかな。それでエアマックスで靴の虜になって、まあそういった本当にローテクっていうのも本当につい最近まで全然履いてこなかったアパレル人生だったんですけども、バルとのコラボということです。これは僕はちょっとゲットさせてほしいということでゲットさせていただきました。ちょっとあの仕様とかがいろいろあるので、まあ、ここで出すっていうよりかはちょっと開封動画みたいな、また別価格でやろうかなと思いますので、そちらの方どうぞ。はい、ということで早速開けていきたいと思います。まずはスタイル36からいこうと思います。はい、こんな感じですね。まずアッパーの部分、まあ僕前回の動画でもね話しているんですが、バルのようなデザインがこう施されているっていうところが、僕的にはやっぱりバル好きなんでね、このデザインもめちゃくちゃ気に入っております。ミッドソールの部分、ここにもねちゃんとプリントが施されているっていうところもポイントですね。着る部分にはねバンズのこのロゴも入ってますし、まあ、内側もねもちろん入ってます。ちょっと見えづらいかもしれませんが、ここにねバルオリジナル .com っていう風な感じで、こういう風なプリントでこんな感じですね。はい、スタイル36オールドスクールなんですけども、まあこのね、マークがちゃんと入ってますし、でね、シューレースがね、バルオリジナル .com のこのプリントが入っている紐がデフォで入っついてるんですが、見てわかる通り、こちらにね、付属の紐がついてるんですよ。これをちょっとね、つけてみたいと思います。紐取って気づいたのが、ちゃんとこの、終端にもね、ここのギリギリのところまでね、しっかりこうデザインされてる、プリントされてるってところもポイント高いかもしれないですね。こういう感じです。はい。はい、こんな感じで紐を通し直してみました。まあもうちょっとね、整えると、こんな感じになるかなと思いますが、全然また雰囲気変わりますね。迷いますね。どの紐にしようかって感じで。続いて、オーセンティックいきましょう。オーセンティックはこちら。いやーでもどっちもね捨てがたいっすよね。オールドスクールか、こう見たら、まあ、こっちのねオールドスクールスタイル36の方がボリュームはあるじゃないですか。でもねなんか履くってなったらこっちやっぱ履きそうな気しますね。スタイル36と同様ですね、バルらしさが伺えるデザインがこういう風な感じで入っているっていうところなんですけれども、スタイル36同様こちらもですね、替えのシューレースがあるので、ちょっと片方、こっちの方、ちょっと変えてみたいと思います。はい、できました。めちゃくちゃすみません、簡単にやってるので、まとまってないかもしれませんが、こんな感じですね。はい。うわー、どっちがいいんだろうな。いや、めちゃくちゃ迷いますね。シューレース。僕、基本的にシューレースって、他のスニーカーとかだと、替えの紐あってもほぼほぼ替えないんですけど、まあ、これはちょっと迷っちゃうな。まあ、オーセンティック、マジで、10年ぶりぐらいに買ったから、そういう意味では、ちょっと、感慨深いものもあったりするんですけど、まあね、いろいろと、こう自分のスタイリングにね、これから全然履いてこなかったので、今のスタイリングにねこう合わせるのがすごく楽しみでもありますね。いろいろと前回の動画でも話したと思うんですけども、まあ、こちらのアッパーがですねすごく特殊でして、 UV いわゆるまあ紫外線に当たるとまあ色が変色する加工を施しているっていうところと、あとグローインザダークで、まあ暗闇で光るっていうところなんですけれども、言ったら日中と夜で全然こう光具合とかが変わってきてっていう感じなので、まあここら辺もね今ねめちゃくちゃ曇りなんですけど、一旦ちょっと外出て試してみたいなというふうに思いますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、こちら外に出ております。まあベランダですね。はい、ということで早速その紫外線 UV で、色が変わるところをですねちょっと動画に収めたいと思います。ただねあんまこう声も張れないというか、お隣さんとか
上の方々下の方々にも迷惑かかっちゃうといけないので、このテンションで行かせていただきます、はい、すいません。あと撮ろうと思ったんですけど、完全なる曇天、だいぶ光もないので、まあでも紫外線はねあると思うんで、色は変わると思うんですけども、実際にやっていきたいと思います。まずはですね、こちらスタイル36もうちょっと見ていきたいと思います。先ほど普通に回数動画として収めたと思うんですけども、まああえてね変化を見たいということなので、どちらも箱の中に戻しました。いきます。はい、これがどうなっていくのかって感じですよね。いやでもね、もう多分ね、もう少し晴れてたらね、すぐねパッと色が変わると思うんですけど、まあでもここら辺とかはちょっと変わってきましたね。やっぱ曇りだとそこまで変わらないのかな。あでもちょっと赤っぽくなってきました、ここら辺とかね。あちょっとずつちょっとずつ、あ変わってきました、変わってきました。わかりますかね、ここら辺、こっちがまあ青なのかな。ちょっと日が出なさすぎてね、色味がちょっとわからないかなと思って諦めかけてたんですけども、もう少しねベランダの外から出してみたところですね、がっつり色が変わりました。こんな感じわかりますか、ね、あ赤がわかりやすいな、こっちほらね、だいぶ変わってますね。こんな感じになります、はい、で内側がね青っぽくなるんですけど、で凹線もですねだいぶ青みがかってきました、ね、こんな感じで。はい、ということで改めてこの画角でご紹介させていただくんですけども、バンズとバルのコラボレーションモデル、こちらがオーセンティックで、こちらがですね、まあ後のオールドスクールと呼ばれるスタイル36、ちょっと僕が名前の呼び方わかんないんですけども、そういったモデルになります。でこちらの靴、結構説明とかでも話してはいると思うんですけども、なんと UV、 いわゆる紫外線ですね、太陽にとか外出た時にはきなりっぽいようなこのナチュラルなカラーから一変ね模様が出てくるっていう仕様にもなっているし、さらに暗闇ではグローインザダーク、蓄光のプリントも施されているということなので、一見普通のオーセン、そしてスタイル36なんですけれども、日中そして夜全然こう表情が変わるっていう、まあスリーウェイですよね、完全に。これもだいぶねやっぱ魅力として感じた部分でもありますね。まあ他のメーカーとかでもなんかそういうのあったらしいです。なんかコメントいただいてたんですけども、プーマだっけな、どっかのメーカーの方で蓄光プラスその UV で変色する加工が施されている靴がありますよっていう風な話もあったんですけど、やっぱまあ僕はこっちの方でかなり満足しているっていう感じでございますね。ちょっとね曇天だったので、あんまりパキッとしたような色味の変化が見られなかったかもしれませんが、メーカーさんとかで展開している画像をちょっと差し込んでいきたいなという風に思います。スタイリングもねちょっと撮りたいんですけれども、尺的にいろいろ考えた時にちょっと別で撮らせてください。何回もね結構ずっとこう長引かしてしまって申し訳ないんですけど、まあコメントとかでもスタイリングの動画見たいですとかっていうのもあったりしたので、なんかそこでまとめて撮れたらなというふうに思ってますので、ご了承ください。ちょっと近々ねこれも含めての、自分の最近のスタイリングっていうところを動画でお送りしたいなというふうに思っていますので、乞うご期待っていう感じでございますね。これちなみに今ちょっと光当たってるからどうなんだろう、ちょっと暗闇でやってみましょうか。ちょっと暗くしてみますね。はい、ちょっとね照明も一回消してみまして、今から部屋の中もオフにしたいと思います。どうですかね、どんな感じ。おーすごい、どうなんだろう、見えてます。まあ僕のこの肉眼ではねグローインザダーク、その蓄光の輝きが見えてるんですけども、カメラのところではどうでしょうかって感じでございますね。あとすいません忘れてました、ちゃんとね私こちらもゲットしておりますよ。バルバンズの今回のこのデザインが入ったトートバッグ、こちらもゲットさせていただきました。これめちゃくちゃいいです、正直。きなりのね色で、まあ、キャンバス地っていうんでしょうか。これねちょっと紹介したいのが、今でこそね多分ね展開がもうないのかな、売り切れちゃったのかもしれませんが、この形、これって結構最近シーズンでよく出るバルのバッグの型なんですよ。でポケットもね独特なね付け方になってるんですけども、結構大口で小分けできるポケットがですね表裏にこう3箇所あったりとか、もちろんこの中もね大容量になっているって感じなんですけれども、これが確かバルで買うと2万ぐらいするんですけど、まあもちろんねナイロンとか素材が違うし、結構やっぱバルで展開しているバッグ、シーズンで出してるバッグってすごくいい素材を使ってたりすると、まあこれがダメな素材って言ってるわけじゃないんですけど、ただまあ一般的にも使われて
ているこのキャンバス地のトートバッグなんですが、これがですね 12,980 円で買えるっていう風に感じで考えたらめちゃくちゃお得じゃないですか。バルのバッグ僕もちょっと欲しかったんですけど、まあこんな言い方するとちょっと失礼というか申し訳ないんですが、やっぱあのバッグで2万はちょっとなーって正直思ってたんですよ。だから結構手出してなかった部分もあるんですが、これに関しては12,000円台だっていうこともあるので、正直これマジでゲットしてよかったなと思います。でプラスアルファもちろんこの同じ生地だったりするので、紫外線浴びると色がつくし、暗闇になるとグローインザダークで光るっていう感じなので、これは別にこれと合わせずともマジでおすすめしたい。まあもちろんこれもおすすめっすよ。1万円台で買えるし、しかもコラボの靴だしっていうことで、でバルとバンズって超昔にやってたっぽいんですけど、結構何年ぶりかの靴だということなので、そういったところもおすすめでございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとすいませんね、レビューみたいな感じになってしまって、ちょっとスタイリングとかに関しては何度も言うように改めて撮りたいなというふうに思っているのでご了承くださいって感じでございます。気になる現在の在庫状況なんですけれども、僕先ほどバル見たんですけど、もう売り切れでした。ウェブでもう10分もしないうちに完売したっていう話もあって、すげーみたいな、やっぱさすがだなと思ってました。ビリーズに関してはですね、まだね正直在庫はウェブの方でも確認は取れました。ただまあサイズ掛けもちょっとずつ増えてきているので、お早めにっていう感じでございますので、ぜひねチェックしていただけたらなというふうに思います。僕はね25センチでゲットしてます。26でいつもスニーカーは履いてたりするんですけれども、まあ、26だとだいぶでかくて、個人的にはちょっともう靴ずれ 100% するなっていう感じぐらいの大きさでするので、近くのねビリーズさんがあるのであればぜひそちらの方で多分展開されてるはずなので試着してみていただけたらなというふうに思いますし、なくてもお近くの靴屋さんに行けばバンズのオーセンティック、そしてオールドスクールはあると思うので、サイズ感だけ、まあちょっとこういうのもねなんか失礼なのかもしれませんが、まあ試着するだけしてウェブでゲットするっていうのもありだと思います。金額の方をおさらいさせていただくとですね、オーセンティックの方は 12,100 円税込みです。こちらのスタイル36オールドスクールですねは 14,300 円になっております。でバッグがですねこちら 12,980 円になっているので、ぜひね皆様ゲットしてみてはいかがでしょうかっていう感じでございます。ということで今回はこちらの2足ゲットしたっていうのと、ジーケンが10年以上ぶりぐらいにバンズの靴をゲットしたっていう動画でございました。気になる方はぜひねゲットしてください。そして、まあ、ゲットされた方に関してはぜひねコメントでこの良さを分かち合いましょうよ。コメントいただけたらとても嬉しいです。スタイリングとかもですねちょっと僕も今楽しみに、どんな感じでやろうかなと思ってたりするので、動画はまた別の動画になってしまいますが近日上げたいなというふうに思ってますのでよろしくお願いします。ということでここまでさせていただきます。よしー。